はい、こんにちは。事業専門の税理士川南です。本日の動画は2022年イデコの改正が3点ありますので、そのイデコの改正について動画で解説していきたいと思います。私の方はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、インスタ、Twitter もやってますので、ぜひ合わせてチェックの方よろしくお願いします。また自営業フリーランス向けに必要なことが一冊にギュッとまとまった本を出版してますので、そちらの方もぜひチェックの方お願いします。すべて概要欄の URL から飛べるようになっております。それでは早速本日の動画行ってみましょう。2020年10月改正、イデコで節税できますよということでね、2022年に改正があった3点と、イデコで節税ってどういうことということでね、イデコで節税がどれくらいできるのかについて動画で解説していきたいと思います。本日の内容です。まずイデコの改正内容3つ紹介します。そして次イデコの限度額、各ねそれぞれ限度額っていうのが決まっているんですけど、それについて簡単に紹介して、イデコの特徴、そして節税のメリットについて、イデコの始め方、そして有利な受け取り方法は3タイプあるんですけど、こちらの方ね最後に説明して、まとめ、本日の流れこのようにいきますので、よろしくお願いします。では早速イデコの2022年改正された3つの点について紹介していきます。はい、イデコの改正内容3点ということで、まず1つ目は2020年の4月から実は変わっています。どういった内容かと言いますと、2020年の4月から受給開始、要はイデコをもらう時期の上限が今まで60歳だったのが75歳までの間で延長ができますよと。これは自分で選択することができます。もちろんね60歳でもらってもいいですし、73歳からもらうということも大丈夫です。最長75歳までの間で自分で選択することができるというのがまず1つ目の改正点ですね。これは2022年の4月からになってます。2つ目の改正は2022年の5月から実は改正されています。先ほどのはもらう時期だったんですけど、今度は加入可能年齢が拡大されました。今までですとイデコに加入できるっていうのは60歳未満の方だったんですけども、2022年の5月から60歳からね65歳未満に拡大がされます。これ企業にお勤めの方とね自営業の方と表分かれてますので、またこちらの方確認しておいてみてください。60歳だったのが65歳まで加入が可能になりました。どういったことが起こるかと言いますと、現代からね55歳でイデコ加入できるって知ったんだけど、あと5年かと思っていた方々が、この加入可能年齢が拡大されたことによって5年しかかけれなかったイデコがじゃあ10年加入できますよっていう風になるわけですね。それだったらね、まだ10年あるならかけてみてもいいかなっていう方が増えるんではないでしょうか。そして3つ目が2022年の10月に改正されたものです。次のスライドです。はい、2020年10月に何が変わったかというと、要は企業型 DC 加入者がイデコに加入しやすくなります。これどういうことかと言いますと、会社員でね企業にお勤めの方が対象になるんですけども、この企業型の DC に加入している方は今までねイデコに加入するのがねなかなかハードルが高い、もしくは無理って方が多かったんですけど、2020年の10月からは原則加入ができるようになります。こちらねいろいろ書いてありますけど、企業型 DC 企業型 DB という風に分かれてるんですけど、その方によってね金額変わってきますので、こちらの表でしっかりと確認をしておきましょう。また企業型 DC においてマッチング拠出をしている場合はイデコに加入できませんので、その点はご了承ください。じゃあどういうことかと言いますと、この企業型 DC に加入している方がイデコに加入する場合は、今までねかけている企業型 DC の金額と新しくイデコに入れることになった金額を足したものが5万5000円以内になるようにしなければいけないというルールがあります。そしてこちら企業型 DC と確定拠出型、要は DB と呼ばれるものですが、 DB 厚生年金基金などに加入している方がイデコに加入する場合は、この1と2の掛け金が2万7500円以内になるように調整をしないといけないですよというルールがあります。ですので例えばこちらですね、こちらのパターンでいきますと、企業型 DC の掛け金が4万円ある方はイデコは残り1万5000円かけることができる、1万5000円以内に収めないといけないというルールです。こちらねしっかりとこの金額を押さえておきましょう。そして皆さん先ほどからこの DB、DC って何なんだろうという思ってらっしゃる方多いと思うので、 DB と DC の違いを次のスライドで簡単に紹介します。こちら確定給付型年金と言われるものが DB で、確定拠出型年金と呼ばれるものが DC です。何が違うかと言いますと、 DB の方は退職金の給付が決まっています。そして資産は企業が運用します。そして片やこっちですね、確定拠出型年金の方は企業が拠出する掛け金の金額が決まっていて、資産は従業員が運用する。これどういうかと言いますと、商品を従業員が
が自分でどの商品にかけるかっていうのを選んでるという内容になります。こちらね、企業や、ね、会社によってルール変わってきますので、必ず自分がどちらのものに入っているのかっていうのは会社の総務や担当部署に確認することが必要になってくるかと思います。そしてね、何にねいくらかけているのかというのはね、その方のね多分ね最初書類を書いたものに書いてあると思うんですけども、すっかり忘れているっていう、ね、方も多いと思うので、会社に総務やまたは担当部署あるかと思いますので、そちらの方でご自分で確認をするようにしてください。はい、そして今かけているものよりプラスをしたいっていう方は、この金額のルール、どちらが自分が該当していくらまでできるかっていうのを確認をしましょう。では次に、そもそもねこのイデコの掛け金の限度額っていうのは働き方によって違うんですね。その働き方によって違うよっていう基本ルールをスライドで紹介します。はい、イデコの掛け金の限度額っていうのは働き方によって変わってきます。こちら自営業の場合ですね、国民年金っていうのは皆さんね入る必要がありますので、国民年金っていうのが一番の土台、基礎年金と呼ばれるもので土台にあります。その上に自営業の方は国民年金基金とこのイデコと呼ばれるものを合わせて月額6万8000円までイデコを限度額ということでかけることができます。で、会社員の方はですね、いろいろ先ほど言ったようにこの企業型の DC、DB によって金額また少し変わるんですけど、まず基本は一緒です。国民年金というものにかけています。さらにその上、会社員の方は厚生年金保険というものをね、2階建てと呼ばれるものなんですけど、これをかけております。それプラスこの企業型 DC 3階建てと呼ばれるものですね、をかけているという企業さんが多い。もしくはね、これはね会社によってねあったりなかったりとかね、金額がね変わったりしますので、こちら先ほど言ったようにご自分の会社の方に確認をしてください。そしてもう一つ、専業主婦の方々もイデコ入ることはできます。こちらは同じく国民年金の基礎があって、プラス自営業に比べると少ないんですけど、月額 2.3 万円まではイデコ加入できますので、自分はね該当しないんだろうと思っている方もしかしたらねいらっしゃると思うので、専業主婦でもイデコはかけることができますので、ぜひ検討してみてください。このように働き方によってイデコの掛け金の限度額っていうのが変わってきますので、こちらの表と先ほどね会社員の方のね表と合わせて、会社員の方はいくらイデコに加入できるかっていうのを計算してみてください。まあ、そもそもねイデコってどういう特徴があって、どういうメリットがあるのか、どうして入るといいのかについて次のスライドで解説しますね。はい、イデコの特徴です。これ正式名称は個人型確定拠出年金というふうに呼ばれています。何がいいかと言いますと、一つ目、掛け金が全額控除できるんです。これは非常にね税金節税につながります。要はかけてる掛け金を全額所得からね控除できますよっていうことになります。これ次のスライドでもう少し具体的数字を入れて、いくらぐらいね得なのかっていうのを紹介します。そして二つ目、運用益が非課税になります。これ非常に大きくてですね、非課税じゃないものを運用しますと通常約 20% の税率というのがかかります。例えば1万円運用益が出た時に税金が2000円かかるという計算になります。意外とこの運用益が非課税というのは皆さんが思っている以上に得です。そして3つ目、受け取り時に税制優遇があります。イデコはね将来自分の老後のため、要は年金というものですので、受け取り時にねどう受け取るかによって税制優遇が変わってくるんですね。どうやって受け取るかについて後でスライドでね3つ受け取り方があるので、じゃあ紹介したいと思います。その代わりやはりデメリットはあります。次からちょっとねデメリットの方を紹介します。運用手数料がかかるということです。イデコを運用するにあたって金融機関を使わないといけないんですけど、やはりねそこの手数料というのがかかってくる。これがデメリット一つ目です。まあでもそこまですごく高いっていうものではないので、運用手数料はねそこまで気にしなくてもいいかなと思いますけど、手数料はかかるということでデメリットに挙げました。そして二つ目、これなんですけど、イデコというのは老後のための資金になりますので、要は年金という性格があるので、老後の年金のため途中で原則引き出したり解約するということができませんので、お気をつけください。ですので生活費を突っ込んでいってしまうと、手元にね例えばキャッシュが足らなくなったとしてもイデコから引き出すってことはできませんので、まあ余裕分でやるというのがいいのかなというふうに思います。こちらお気をつけください。そして3つ目、これがね一番ね大きなデメリットになるんじゃないかと思うんですけど、やはり基本的にイデコというのは資産運用になるためリスクはあります。長期で保有しておけば今のところ元本割れしているっていうことはないですので大丈夫かなとは思いますけど、やはり資産運用のためリスクはある。まあね元本割れる可能性もあるということは頭に入れておく必要があるかと思います。では次にここですね、掛け金が全額控除で節税につながるというのはどういうことかっていうのをスライドでもう少し詳しく解説します。イデコをね節税に使うメリットについて紹介すると、要は積立時に全額
続所得控除ができる、これが重要なんですね。今回自営業フリーランスで例に取りたいと思います。例えば年間の所得が700万円の自営業の方がいたとします。いでこの掛け金を月4万円かけていると。なので年間48万円かけているので、48万円かけているものは全額所得控除ができるということです。それによってどうなるかと言いますと、所得税住民税が1年間で約16万円程度、要は減額になります。税金がその分圧縮されるってことです。これが1年でね、これぐらいだと10年経つと160万円程度の差額が出てくるというわけですね。まあね、もちろん所得の方はね、ずっと700万円かどうか分かりませんし、減る場合もあれば増える場合もありますし、いでこの掛け金を上げればってまた計算変わってくるんですけど、これが固定されてるとすると10年経つと160万円程度の差額が出てきて、さらにプラス運用益が出ている場合はこの運用益が乗ってきますので、やはりいでこ節税に使えるんじゃないかなというふうに個人的に思います。私も使って入ってます。とはいえね、皆さん自分の確定申告の数字ってバラバラですし、人によって税金額って異なりますよね。じゃあ自分の場合イデコいくらすればいいのかなとか、どれくらいするといくら変わるのかっていうのを見る、要はね、自分でシミュレーションしたいって方向けに少しね、やり方を次のスライドで紹介します。まず自分の前年度の確定申告書の方を持ってきてください。これ国税庁の記入例のところから引っ張ってきたんですけど、この数字のねことは一旦置いておいて、どこを見ればいいのかと言いますと、この表の第一表と呼ばれるものですね。ここに、まあ、売上があり、経費が引かれた後の所得金額があり、でその他諸々所得から差し引かれる金額がこちらに書かれています。扶養控除だったり、生命保険控除だったり、地震控除等々がされます。でその後の金額、ここが重要です。少し拡大してますけど、この一票のこの数字ですね、一番上にある数字です。これに対して今回のこの例ですと312万円に対して税金がかかってきて21万4500円の税金がかかりますよってことになるんですね。なのでここの金額を見ていただいて、一番ですね、もしイデコにいくら入っていたらいくらさらに引けたのかっていうのを控除します。要は先ほど言ったように月4万円かけてたと仮定したら、48万円さらにね、ここ控除が効いたってことですよね。例えば自営業の方だと上限マックス6万8000円までかけれますので、マックスだとイデコがね81万6000円控除できますので、さらにもしマックスした場合、要はね月6万8000円マックスでかけた場合、1年分にした分引いた時に税額がいくらになるのかっていうのを計算してみてください。そうすると去年だったらこれぐらいイデコするとこんなに税金が変わったんだっていう金額が出るかと思います。それを参考に、じゃあ自分はいくらしようかなとかいう目安にしていただければと思います。そうすると人それぞれ違うところなんですけど、自分でシミュレーションを簡単にすることができます。そしてさらに住民税が約 10% 程度かかりますので、例えばこの方だと312万円で計算したところ21万4500円になったってことですね。これの 10% 程度も住民税かかるので、その分の差額分もさらにね節税につながりますので、先ほど前のスライドで見たように所得税と住民税合わせて自分は税額がねイデコをすることによって掛け金控除によっていくら変わってくるかっていうのをぜひシミュレーションしてみてください。いくらするかっていうのをね自分で決めることですので、いくらがいいとかねマックスする方がいいのかというのはね、ご自分でこのようにシミュレーションして決めるのがベストかと思います。それでは次に、じゃあイデコを受け取る方法が3つありますよって言ったんですけど、その3つの方法についてね次のスライドで解説をします。はい、イデコ将来の受け取り方法は3つあります。これね今すぐ考えることじゃないんですけど、ゆくゆくの時を考えてちょっと頭に入れといた方がいいかなってもので紹介します。まず1つ目、一時金ですね。要は一括でもらうという方法があります。これは一括でもらうので退職所得に該当します。要は一括でもらうので退職金というふうに見られるわけです。そうすると退職所得控除が適用されて、この税制優遇が使えます。2つ目の方法です。これは年金として分割でもらうということですね。月いくらですよって言って分割でもらう方法になります。そうするとこれは年金というふうになりますので、年金は雑所得の区分に該当しますので、公的年金控除の税制優遇が効きます。もう一つ、3つ目の方法があります。3つ目はこの1と2を合わせてもらう方法ですね。一時金と年金を組み合わせる方法になります。こう組み合わせるともちろん退職所得控除と公的年金控除の両方の税制優遇が効くことになります。とはいえですね、どれが一番いいのかはねその時後々ね考えることになるんですけど、その方によって別のねもらい方っていうのは変わってきますので、その時ねまた考えないといけないということを頭に入れておいてください。そして受け取り方法は3つあるということを知っておいてください。自分で選択することになります。じゃあねイデコのね将来考えないといけない3つのね方法をね少し紹介したということで、じゃあイデコ実際どう始めるの、これからやるんだけどっていう方向けに少しおさらいしたいと思います。はい、イデコの始め方です。イデコは専用の口座が必要になります。なので金融機関、こちら証券会社
では銀行さんでももちろん対応してるんですけど、一般的に証券会社の方が手数料が安い傾向にあります。おすすめの金融機関なんですけど、 SBI 証券、また楽天証券、この2つが人気です。でイデコについては昔動画を作ってまして、イデコデビューっていうことでね、内容もう少しね、初歩的な内容をイデコ知りたいなって、始め方やね、どう商品選べばいいのかもね、こちらの動画に載ってますので、ぜひこちらの動画も合わせてご覧になってください。そしてこちら、まず証券会社は選びましたら、1つ目、資料請求をします。要はイデコに入りたいので資料をお願いしますということでね、こちらもちろんね、両方取り寄せたら気になるところいくつか取り寄せて、どこにしようか実際ね、内容を見てから決めていただいても構いません。そして届いた書類の中に、そのイデコの申し込み用紙が入ってますので、必要書類に記入をして返送をしてください。商品を選んで必要事項を書いて返すことになります。そうするとあちらで加入資格の審査があります。これに少し時間がかかると思ってください。そしてこちらの専用の口座が開設され、無事にね、この加入資格審査が通過した場合は口座開設できて、イデコに加入することができます。これ少し時間がかかりまして、3ヶ月前後かかると思ってください。ですのでね、もし年内2022年の節税に使いたいということになりますと、今もう10月ですので、ギリギリちょっと間に合うか間に合わないかになると思います。たとえ間に合ったとしても12月の1ヶ月分だけというふうになったりしますので、なるべくね、来年に向けてイデコ始めようという方はお急ぎください。少しね、時間がかかるというふうに思っておいてください。はい、本日のまとめです。イデコのね、2022年改正大きく3つありましたので、その3つを紹介しました。そしてイデコというのは、節税することと運用益が非課税ということで得ですよということを紹介しました。次、積み立てNISAとイデコは併用が可能ですので、どちらもやることはできます。どちらか一方ってね、誤解されてる方いらっしゃるんですけど、両方できますので、ぜひね、積み立てNISAの方も検討していただければと思います。積み立てNISAも実はね、改正がね、入る予定ですので、また動画の方で解説しますので、チャンネル登録してお待ちください。そして注意点、最後なんですけど、国民年金未納してるとか免除の方の自営業の方はイデコ入れませんのでね、ご自分がどうなってるのかっていうのをね、きちんと把握してからイデコ申し込むようにしてください。私はオンラインサロンを運営しています。税理士をね、オンライン上で味方につけようということで、メリットが3つあります。1つ目、オンライン上に質問や相談をいつでもすることができます。2つ目、サロンズームを定期的に開催してます。これはメンバーとね、情報交換ができたり、ズームで私に直接質問や相談をすることができるということで好評です。3つ目のメリットは、税理士の裏側を公開しています。ビジネスの考え方、経理や税金情報、 YouTube、TikTok の撮影の裏側などなど、オンラインサロンのみだけに投げている情報ばかりですので、ぜひご検討ください。 Facebook の非公開グループで運営をしています。詳しくは概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひ参加お待ちしています。メンバーはね、ほとんど YouTube 見たよという方で参加してくださってますのでね、知り合いいないけど大丈夫かなというふうに思ってらっしゃる方もしいましたら心配ないので大丈夫です。はい、私は自営業フリーランス向けに本を出版してます。必要な内容をね、ギュッと一冊にまとめた本になってますので、こちらの本読めばね、経理や税金、節税、全てにね、網羅しているというものになりますので、ぜひこちらの方合わせてよろしくお願いします。 Amazon Kindle 版もあります。また楽天ブックスでも購入ができますので、ぜひ読んだよって方は Amazon レビューの方もお待ちしています。年内に重版が決定している予定です。はい、そしてまたチャンネル登録の方もね、ぜひよろしくお願いします。いいね、コメントやね、高評価ボタンしてもらえるととても励みになりますので、引き続きお願いします。またその他 SNS、 Instagram はフォロワーが 2.8 万人、 Twitter、TikTok もやってますので、全てね、概要欄の URL から飛べるようにしてありますので、興味ある方はぜひぜひ覗いてみてください。はい、本日の内容も以上になります。2020年ね、イデコの改正入ってますので、改正点しっかり押さえて、どこが変わったのか、どういう風になったのかというのね、自分がお得になるように情報をしっかりと得ることが大事になります。また積み立てNISAについてもね、改正が入る予定ですので、そちらの方もまた動画で解説できたらなと思ってますので、チャンネル登録をしてお待ちください。はい、本日も最後まで動画見てくださってる方、ここまでね、見てくださる方本当に少ないと思うんですけど、またね、引き続き動画の方でよろしくお願いします。自営業専門税理士亀の実でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。